コンビニのレジで待ってたら前の子たちがドラクエ11の話をし始めてですね、なんか思わず、あ、俺実況してるんだけどそここうだよって言っちゃいそうになるっていう、どうも青木です。なんかちょっとあの進撃の巨人の新刊出てるわとかなんかいろいろこう買い物してたらなんかぼーっとしててなんかその話してるから思わず言いそうになるっていう、皆さん気をつけてください、ぼーっとしてたらやばいです。危ない、捕まるわ。さあということで、そして今回はですね、勇者の攻撃魔力を999まで上げてですね、ギガデインとかギガブレイクのダメージは、まあ、増えるのかというのを緩くやっていきたいなと思います。で現在の勇者のですね、攻撃魔力は44なので、多分これがまあもしかしたら1個2個は使ったかもしれないんですけども、多分99までレベル上げて、ね、種を使ってないのが多分これぐらいなんで、だからこれを999にした時のまあギガデインとかギガブレイク、多分ギガブレイクとか上がるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ他にもなんかあるね、ビッグバンとかちょっとなんかあるんで、まあちょっとワンチャンあのアルテマソードまあ700が限界って言ってるんですけども、もしかしたらちょっともうちょっといくかもしれないので、まあ一撃の方がね、まあ二刀流だとまあその分乗るんですけども、まあまあ上がったら面白いなぁなんて思ってるんで、ここら辺をちょっとこうゆるくねやっていきたいなと思いますんで、今回の動画はですね、まあこの動画から見る方ももちろん多いので、まず狩場紹介ですね。で99の今ず400いくつの時のまあダメージと、で999にした後のダメージをやっていきますので、まあ見たいところを見てくださいということでですね、まず狩場、まあ、何回も言ってますけどね、まあこの動画から見る方いらっしゃるので、ケトスで来たですね、始祖の森というね、まああのケトスでしか来れないところあるんですね。まあそこに来ると、まあいつも言ってるあのコウドリのね、あのねコウドリ社の3人組いますね、あのねこれね、あの武藤なんですけどね。こいつらがこう武藤だね、これね、あ、これ武藤で、もうどう考えても武藤だもんね、これね、まあ、こいつらがいるので、こいつが魔力の種か、魔力の種を出すので、まあ、ひたすらでもしようか、もう3匹しかちょっといないんで、まあいつも言いますけども、カシャンカシャンといやーって出てくるので、まあ、3体しかいません、まずね。で、まあ、狩るときのポイントとしたら、あそこに今突っ込んでいくと2人だけ、あれなので、まあ、ボウガンを使ってですね、こちらですね、1匹ずつ倒していくと、まあ、消えないと。で、ですね、こう3匹が 出たら、奇跡の雫。雫を使って3個ゲットという。雫ありますね、ここありますね、まあ、勇者入れて、やるとですね、まあ、3つ取れるので、まあ、それが効率よくいくかなと。で雫はですね、まあ、どこで手に入るのかというとですね、石の村の復興イベント終わると、で20万でゲットできるんですけども、まあ、20万はじゃあどこで稼ぐのかというと、まあ、こいつらを倒してるとですね、僕のあの金作動画にありましたけども、盾が 出ますメビウスの盾というのがですね1個3万で、手に入るので、まあ、ここね、種集めようと思ってですね、まあ1時間2時間ぐらいずっとやってるとですね、まあ2、30個40個50個ぐらい、まあ、集まることがあるんで、まあ、それを売りに行くとですね、まあ、何十万200万とかですね300万とかいったりするので、でそこまでいったらですね300万ぐらいかけてですね、また雫、奇跡の雫ですねを買って戻ってきて、3体が出た時に使うっていうのを繰り返すと一番、効率よく集められると。で、まあ、3体倒しましたね今ね、こう倒したんですけども、3体倒してですね、まあ、ここのこのこいつはいるんですけどね、まあ、こいつらがまたケイオスブレードだっけなんですけども、こいつらは、ね、これ弱いんですけども、かなりの確率でですね、まあまあ一撃でほぼ終わるんですけども、まあかなりの確率、高確率で2万2000円する剣をですね、あれ出ねえ、でまあうまくやったらこう3回ぐらいこうあの戦えるので、戦えるので、それと盾と一緒にやっていくとですね、まあまあ1時間もやったらもう200万とかもう余裕で簡単に1時間もやらなくてもたまると思いますけども、こんな感じですね。で3回ぐらいうまくやるとこうやって戦えるんで、まあ動画をするとですね、なぜかしねえけど出ねえっつう、多分実況者あるあるだと思うんですけど、いつもは出るんですけど動画撮ると出ないんだよね、なんだかこれ出ないっていうね、これで出ないんだよね。どうじゃなくてもうほんとポン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 って2、3個いい時だったら別にですね、盗まなくて、盗みは全く使わないんですけども、3個ぐらい出るんで、4個、あ、3個は出たりすることもあるんで、でこれ終わった時にまたあいつらコウドリしてね、
ウィアー言うてるんで、でそれを繰り返していって、ですね、お金を貯めつつですね、雫に変えてってやっていくことですね。まあ案外結構早く、まあ6時間早くて8時間8時間か6時間ぐらいあれば、まあ貯まるんじゃないかな、1キャラ999までいけるんじゃないかなという感じです。ということで次はですね、まず今の、強さどれぐらいだっけな、ですね、攻撃447の時のギガ電ギガブレイクなのをちょっと試していきたいんですが、やっぱりですね、試すといえばもちろんあのブラウニー師匠青い塔に早速行ってみたいと思います。はい、ということでやってまいりました、名もなき島ということですね。検証相手はですね、もちろんみんな大好きブラウニー師匠ということで、早速やってまいりましょう。さあ、でまずはギガ電印からちょっとやってみようかね。ギガ電印、あ、そうだ、入れ替えしなかったね。入れ替えして、まずはブラウニー師匠にギガ電印、どうしようかな、片手にする、ちょっとこう二刀流だとね、追加攻撃ちょっと入っちゃうんで、そのもののね攻撃がちょっとわからないんで、青さんとマルティナさん変えてですね、でまずは防御、よし、防御防御、あれ2ターン目になるのこれ。ギガ電位をまずちょっと打っていきて、でまあゆるくやっていくんでね、もう何十匹とかやらないですよ、もう誰がこんなもんじゃろうっつって、まあどうせね何十時間もかけてやるんですからね、もう下手したらちょっとね、あの目に見える体感できるぐらいじゃないとね、ちょっと上げてもちょっとまあ、意味ないと思うので、まあ意味なくはないんですけども、さあ行きましょう。まずは行きましょう、447だっけな、の、ギガ電位ですね、行きますよ、1投目お願いします。さあどれが出るかな、700ダメージは覚えて、なんとなく700だね、700ぐらいだったね、いつもね、まあそれは分かってたんで、まあ普通にお尻ペーペーしてみよう。あ、ダメだズカジャ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 ーンって、あのあれ好きだわ、あのホームからのあのお尻叩きどうなのか会心の出方、ケツもげるわって、あの二刀流やめましょう、二刀流ちょっとやめて、ギガブレイクの話ね、ブレイクの話、追加ダメージ入っちゃうんで、まあギガブレイクの単体のダメージ、あとビッグバンだね、ビッグバンもちょっとこう見てみたいな。でまあ装備ちょっとですね、勇者の剣をやめて、まあ、まあここなんでもいいんでね、まあ右は200、あ999だったらね、下手したらもうどうの剣でもなんでもいいんですけども、さあ行きます。さあ次はですね、447の時のギガブレイク行ってまいりましょう。これね、ギガブレイクね、1500ぐらい出るとね、ちょっとあれか、無理か、さすがに無理かな。さあ行きます。あれそんな勇者遅かったっけ、あれスピードそんなにあれだったっけ、素早さっていうか、あれ、さあ行きましょう、447でね、447の時の、ギガブレイク1投目お願いします。これ350ぐらいじゃなかったかな、400ぐらいいってるね、350から400ぐらいじゃないかな、まあこんなもんかなって感じじゃないですか、まあゆるくいきますよ今回も。でさあこんなもんか、もう一発撃とうか、2発ずつくらい撃っとこうか。ギガ電話700っていうのもちょこちょこちょこ、僕あのギガ電話結構使っているんで、いつもちょこちょこ使うことあるんでかっこいいんでね。さあ行きましょう、よし、もう2発ぐらい撃っていこうか。ビッグバンが何気に上がんねえかな、違う、ビッグバンも上がんない、もう何にも上がんなかったらどうしよう、もう一回いきます。さあギガブレイク447の時ですね、420ぐらいか、400から420ぐらい出たね。まあちなみにこんな言ってますけども、魔法攻撃力上げたからってあ絶対上がるってことない僕なんか上がんじゃねって勝手に思ってやってるだけなんで、さあいきましょう、いきます、はい。さあ次はビッグバン、ビッグバンだね、ビッグバンいきましょう、ビッグバン、ビッグバンはどう、いや違うかな、まあ一応こう、まあ、全部一回試してみてね、試してみてね。さあ行きましょう、ビッグバン、これ使うことありました、結局。さあ行きましょう、大爆発を起こすと、これいくら、300ダメージぐらいじゃなかったっけな、380、まあこんなんでした。もう何回か使ったことあるんですけども、まあそんなに期待する、あなんだこんなもんかなみたいな感じだったんで、まあこんなもんです、うん、こんなもんビッグバンはこんなもんです、ね、がっかり、もうごめん、がっかりスキル言ったら悪いんですけど、結構がっかりした記憶があるんで、ビッグ名前負けかよってちょっと、あ俺多分言ったと思うんですけど、その時に。
あー、なっちゃったね。当てますもん入っちゃったね。ちょっと連携使うか先に。まあ、いや、サイクロンギル使うか。ちょっとね、アルテマソードがちょっとね、どうなのか、ちょっとこう、気になる。これ、連携技、いや、多分ね、いや、なんか多分、連携技でなんか強くはなってたりすると思うんだけど、なんか強くなんじゃないかなと思うんだけどね、まあ、ここ一番緊張しやすいよね。ブラウニー師匠、優秀すぎだよね、これね、この子ね。優秀すぎだろ。さあ、行きましょう、行きますよ。で、アルテマソード打って、終わりたいと思いますんで、さあ行きます。アルテマソード、これ1体なんですけども、多分これもなんか、700が頭打ちじゃないかなって言われてるんですけども、ワンチャンね、もしかしたら、おーっと、青いゲームが見つけたぞっていうね。700も一緒だな。まあこんなもんですよ。なんか名前の、なんか名前じゃねえや、なんかの倍率らしいですよ。レベルの倍率かなんかで、なんかこうなんじゃかんじゃって見たんで、はい、どうか、強い。もうこれが一番何気に強いんだけど。一番強いんだけど、これ上げてよかったわ。上げてもいいと思います、皆さん。全然上げてもいい。もう一回ビッグバン行ってもいいか。もう一回だけ。ビッグバン。もうないよね。他は、ハオザンとかこれ関係ないよね。一応あんのかな、まあ、やっとこうか。関係ないよね、これもね。300、これもなんか弱、まあ、全体攻撃のことを考えるとね、まあいいんだろうけど、あんまり強くねえな、やっぱ。今んとこなんか飛び抜けて強いの何もないよね。何もなかったよね。さあ行きましょう。さあということで、とですね、まあこんな感じで、まあギガデイン700、ギガブレイク400、420ぐらい、ビッグバン380から、まあ400ぐらいでしょう。で、覇王山300ぐらい、ね、アルテマソード700。まあ、こんな感じなんですけども、ここからですね、強さで見てみましょう。まあ、装備このままで いきますからね。勇者のこのスーパーリング、このままですね。このままの時に4449を999にしてですね、今の技をちょっと打ってみたいなと思います。はい、ということで戻ってまいりました。さあ、強さ見ていきましょう。さあ、攻撃魔力999ということで、まあ、時間で言うと分かんないですけども、6時間か8時間ぐらいではもう いけたんじゃないのかななんて、思っております。さあということで早速、さあブラウニー師匠、便利ね、ブラウニー師匠いっぱいいるからね。わらわらいるから敵も多いし。さあギガデイン、またちょっと待って、作戦は命令されろということで戦います。さあ防御いきますよ。さあ防御、さあいきます。攻撃力999のギガデン行ってまいりましょう。お願いします。どうなる、ちょっと戦後くらい出ないか、変わんない、うわ。これあれだ、上限アルパティーンだ。上限パターン、上限きたー。上限さんいらっしゃい。上限です、もう分かりました。もう見たら分かる上限や、これ。見たらすぐ分かる上限。さあ上限ダメでしたね。もう分かりますね、もうやってったらもう大体分かりますね。あ、上限だっていうのがね、まあ、なんかこうたまに何ていうかこうね、こういうそれでもなんかこう200ぐらい上乗せされるとき、なんですか、魔力覚醒ですか、なんかわかんないですけども、魔法にもクリティカルちょっとあると思うんですけども、あー見たらわかる上限のやつやこれ。もう一回打っておきましょうか、行きましょう。見たらわかるこれ上限の、これ多分変わらないです、多分今のはちょっと400出ましたけども、まあ大して変わらないです。だって500何十ぐらい攻撃魔力上げて、そんね、もう変わってないでしょ今のと見ても。さあということで、今のはですね、見たらわかる変わってないやつやってことで、あー、まあまだギガブレイク、本命ギガブレイクなんで、僕の中じゃ本命はギガブレイクなんで、本命はまだ大丈夫です、まだ諦めないです、もう諦めないで、まだもう諦めないで、大丈夫。ギガブレイクがですね、さっき第400ぐらいだったんですけども、これがですね倍のねえ倍ダメージ出てくれると嬉しいんだ。800ぐらい出てくれんかな、どっか何かお願い、なんか失敗、俺の6時間か、ちょっと
間が無駄にならないように。まあでもこれでもしできなかったとしても、なんか連携技とかね、俺がやってないだけでももしかして、なんか自分ももしかしたらベギラゴンがめちゃめちゃ強かったかもしれないし、それはないかさあ行きましょう、攻撃魔力999のギガブレイクお願いします。どうなる400、いや変わんね見たらわかる上限のやつやんこれ散々やってきたからわかる、これ上限や頭打ちだ今のは。もう一回、じゃあもう一回いきましょうか、一応2回くらい打っとこうか。マジかこれ、あー前回はですね、あのシルビアちゃんがですね、あー同じか、同じだねそう考えるとギガデイン強いよね。そう考えたら逆にねプラスに考えるとまあ結構強いなと。あ、左手何も持ってねえ。いやーちょっとギガブレイク、もしかしたら まだね、もう攻撃魔力ってだけで、もしかしたら攻撃、あ、回復魔力上げたらなんか強くなるかもしれないか。まあ器用さとかね、あとは、まあ、魅力はないか、器用さと、あとなんだ HP、MP もあるなんかがもしかして、まあ、増やすには関係するかもしれないし、まあないかな、そこは。で、次はビッグバン、よし、大穴ビッグバン、もしくは1500ダメージ来るかもしれません。もう、あ、青いゲームがついに掘り上げやったって、あいつが新しい仮説やトリビア作りよったっていうねことがあるかもしれない。さあいきましょう、大穴ですよ、いきますよ、ビッグバン1500ダメージ、さっきはですね380ぐらいだったんで、お願いします。攻撃力999の999か3滴嘘でしょ、1個もないの今回、嘘でしょ6時間8時間どうなった、無時間の無駄あれこれまさかの上げたら上がったやつかあれなんでギガデインは上がってもいいじゃん、別に1400くらいいいじゃん、上げてよ。アルテマソード、まあまあまだ本命いますから、まだ本命がいます、まだアルテマソードっていうね。さあ行きましょう、特技アルテマソード、まあ言われてもあれですけどね、まあ700くらいって言われてますから、もしかしたらこうワンチャンあるかもしれない。ドン、同じでした上限のやつや上限でした、上限でした。さあ次なんかある、あ、なんか覇王山行ってこうか、覇王山さっき360ぐらいだったね、360ね、あれめちゃめちゃ強い、なんか奥義だったんじゃないのあれね、え、覚えたては強かったけどね、これがまっすぐ1200ダメージ打つなんて誰が思ってた、ほら見てみて、同じやん同じのやつ、同じのやつ、安定して全部同じのやつ、全部同じだったね、ほぼほぼ一緒じゃない、ちょっとは変わったかも、もし何かやったらちょっと変わってるかもしれないけど、もうこんな体感できないもんね。さあどうしよう、最後なんかあった、最後ちょっとブラウニー師匠にもう一回なんか打って終わろうか。師匠ちょっと今回はちょっと無駄打ちでしたわマジで、ちょっといや分からん、でもなんか連携かなんかで、もしかしたらなんかこう何人かで使う技とかあるじゃないですか、なんかこう最後のなんかこう紋章が出てドカーンとかいうやつか、ああいうのがもしかしたらこう、まあそこらもちょっと やらないですけども、いやちょっとあれだな、なんかあった、他に試せるやつないよね、もうないもんね、火炎斬りがちょっと強くなったところでさ、火炎斬り強くなっても仕方ないでしょうね、どう、何イオラ、何メラゾーン持ってんのかじゃん、メラゾーンって300ぐらいしかダメージいかなかったよね、変わらない400実戦で使えないやつ実戦で、あ、でもなんかね二刀流、あ、これ聖女になんか二刀流の時の方が出やすいよね、なんか一発でやってると全然出ないような、なんかそこら辺二刀流の方がなんかあるのかな、わかんないけど、
いやダメだったね。ちょっと次ちょっとちょっと待って、最後もう一個あるから、これがもしかしたらほら1800ダメージ出すかもしれないじゃん。出すか、出すわけないやろあ、じゃあ行きましょう。こっちの方が強いじゃん。あれマルティアのマルティナの器用さの方が良かったか現象じゃないですけどもね、まあ、やってみないと、誰かがやらないと分かんないんでね、これはね僕は生贄だったっていうことでねさあということで今回ですね999に、支援者のね999に知った結果ですね、まあ、僕がやろうと思ってやった技に関したらですね、多分ですけどもほぼ変わらんという上げた方がよかいいのか悪いのかというと、上げない方がいいかもしれないまあただです、ただですよ、これ以外でダメージが増えてる可能性もあります。そこはちょっと分かんない、それがものすごく強くなってるかもしれない、それは分からないんで、まあちょっとこう 100% はないですけども、まあ、大丈夫かな皆さんは、まあでも上げたい方もねいらっしゃる方は全然いいと思いますんで、まあ、僕も上げたからでも後悔はしてませんのでね、はいさあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。それでは皆さんバイバイ。